あかん。行くかじゃあ。うっせわ。満喫で休憩するか。え？いやもう。あんたがそんなな押してくるってことはな絶対。いや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 休憩したらいいやん。いやなんかラブホはさすがに男同士やからあれやし、ビジネスホテルっていうのもさ、あ、まあまあ、おかしいやん。なんかたった数時間のために寝るのもあれやし。それやったら満喫が一番手っ取り早いんかちゃうかな。言ってますよ。2時間ぐらい2時間ぐらいかな。まあ大丈夫だろ。まあでも全然休憩したかったな。ああいや満喫みたいな。なんかさ、この赤いのさ、ドイツのさ、スピードメーターがこの赤くて光るやつなの、うん、すげえ嫌な。ああ、そうなんやな。俺は別にそうでもない。めっちゃカメラ撮られてるやん、自分なら。そんなにカメラあんの？あ、いや、ねえよ。ねえけど、この赤く光るっつうのがもうかなり、うん、あれ体が敏感になってる。威圧感。威圧感っていうか、憂鬱。憂鬱。憂鬱感。憂鬱というか、憂鬱。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 イギリス。え？イギリスの。おはよう、インザナイト。おはよう、インザナイト。時間バラバラやな。じゃあこんな国道あれ行ったんですかね。いや国道はないけど、でも多分どっか途中でちょっと繁華街的なのがこうまだ。でも簡易だったらさけど。ああまあそうかな。でも俺が簡易入ってたらやろ。何入ってるの？快活クラブ。快活クラブ。してるっけ、目開いてるって別に目までこけたもん、寝る人だって俺は。あかんねん、ほんま。いや、ほんま休憩してや。どこで？高速道路ちゃうから全然止めていいから。どこで？どこでもええよ。何ネットカフェ？ああ、インターネットカフェ。一番おすすめ。あの、ちょっと寝れるし。え、何できるの？ネットできる。何見る？例えば。まだ行きたいわ俺。行きたいし行きたいわ。インターネットカフェに行きたい。どうしても行きたい。頼むから行かしてくれ。ネットカフェ、ネットカフェ。え、何？ネットカフェ探そう。もう無理せんで。探しきねえやん、その前。無理せんで。いやいやいや、見つかる見つかる、そんな。え？見つかるって。どこでやろう。いや、あの、どっか、街行って、通行人に話しかけて。ああ。そしたら？え？徒歩の人いますか？ああ、そしたら、私ですけど。ここもしかして右じゃね？え？右大面ね。嘘。じゃあ右や。うん。ナビつけてねえんだろ？もう消したよ。大津行くれ？うん。こういうところで大津出るんかっていう道のけるの分かんない。回ってるんじゃん。なんか大丈夫かこれ。道は合ってました。どんな繋がり方なんですか。まあこう定期的に携帯見りゃええわ。電池少ないけど。大津市入りましたよ。早いな。
もうじゃあカフェで休憩しようか。どの辺の。このトンネルいいな。ええな。なんなこの安心感。日常って感じの。なんだ日常。ああ、いいな、このトンネルを見るっていう。トンネルを流す YouTube。日常だな。何が日常やん。ムカつくな。元気やな。ああ、いいな、これ。眠い。眠い、うん、もう早く休憩しよう。どこで？ネット来い。もういいか、このくだり。もうこの辺とかの会話も多分全然覚えてないって言うと思うわ。あー、え、そんな眠いの？え、そんな眠いの？必死で起きてる。必死で眠い。必死で眠いとかいらん。必死で眠いように。もうちょいしたら街着くから。必死で眠いように撮れました。そしたらあの快活クラブとかあるから。俺多分名前言うたらあれやから入ってるはずやから。何が？会員ちょっと前に入ったやつがあるから。そこで休憩したらよ。これ、ちょっとコンビニ見えてきたんですけど。うえっ！マジする。今ね、ガタンってしただけだけど、もうすぐビビってましたわ。うえっ言うて。なーにビデオ撮ってんの？え？なーにビデオ撮ってんの？って言われる。すぐ回りましたね。え？ドライブレコーダーですって言ったら。なーにビデオ撮ってんの？って言われる。いや、だからドライブレコーダーです。でも、なーにビデオ撮ってんの？もうええわ。こっちもボケとんねん。え？こっちもボケとんねん。ドライブレコーダーですって、なんでビデオカメラ使うんですか。そこも、もう眠気そこまで。そこもボケてんの。足が回らねえわ。足は回らんでええねん、別に。足届く届かない。頑張るな。あ、京阪石山寺駅あるね。うん。石山寺屋っていうのは、あの、紫式部が。アパートから来たんだ。なんでアパートやん。アパマン一人暮らしやないの。え、違う違う違う、あの「源氏物語」をそこに住んで書いてたっていう場所。そうそう、石山では、うん、そうそうやないねん。そこで「へえ」とか普通に言うてくれたら、いや豆知識や、豆知識、その「へえ」やないねん。アホやん。この辺から琵琶湖。ああマジ、うん、ああ綺麗やな。いや夜やから何も見えへんやんけ。え、今からどこ行くんだっけ。いや、ちょっとネットカフェに。どこの休憩に。どこの開花するわ。あかん、でもネットカフェで寝るとは多分久々。いや、久々どころじゃねえわ。初めて。長野以来だっけ。久々。2009以来ぐらい。久々だ。え、久々だ。それ、なんなんそれ。久々だ。腹立つけど言い方。久々だ。どう行く？ネットカフェでちょっと休憩をしましょう。携帯も充電せなあかんし。どうですか？解決する。いやー、ちょっと大津まで来て安心やな。なんで？あ、知ってるところだっけ？いや、なんかこう山の中でさ、電池切れたとかさ、ちゃうわ。もうちょいらで休憩できるべ。ずっと運転なきゃな。お疲れ。あー、眠いわ。寝ていいかよ。もうちょいらで、ほら、もうちょいで快活クラブ。どこ？あと何分？あと3分ぐらい。ていうか快活クラブ行かないけどな。え？あ、ここや。どれ？これじゃん。どれ？いや、違う。これ違うん。これ？あ、違う。あ、だってあそこや。あ、お前。どこ見てみてんの？いや、俺、この中にあるんかと思う。いや、違うよ。どこ行く？海岸スクラブ。もうええやろ。今ちょっと締めっぽかったよ。もうええやろ。